こんにちは、プロドリフチャンネルです。こちら、かわいい白い花が咲いています。雪坊主という名前がついている植物です。シペラスの仲間ということになります。シペラスの仲間はお日様大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。シペラスの仲間ということは水も好きということなので、植木鉢に水を張っておいたりというようなことで管理をしてやるといいのではないかなと思います。ただ肥料をやりすぎると葉っぱばっかり茂ってしまって花穂がつかなくなるので、肥料は特別やらなくても、出なかったら春の植え替えの時に元替えを少し入れる程度で、あとは何もしなくていいと思います。陶器は地上部がほとんどなくなってしまいますが、湿地性の植物ですから乾かさないようにしてやるということがポイントです。春になるといっぱい芽が出てきて、このかわいい白い花穂が立ってきます。夏は涼しさを演出する植物として、ぜひ楽しんでみてください。